行くのか。おお、行った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 。なんか思ったんですよ。磯目スープ。やばいよ。ちょっと磯目をちょっとキズキズにするとこうスープ出るじゃない。うん、でこのスープが意外にこう いい出汁が出るんじゃないかな。寄せてるんじゃないかな。うん、一個ずつ一個ずつ。相当狙ってます。でも無理だよ。大将の竿が折れちゃいましたね。真っ二つ。どんな大物が来たのか。おお、石田ですね。石田です。すげえの入ってますね。おお、大将やっぱやりますね。いやもう。すげえ大きいですね。結構40ちょっとだよね。夢あるな夢あるな夢あるわ。めちゃ釣ってるし、はい、食ってこいよ。リサイクル石台リサイクルするんですね。当たりが遠のいてきたんで、多分これ釣り堀は浮き下が命って聞いたことありますね。なんでちょっと大将に聞いてきます。大将じゃあ行きまーす。1キロ半。あ、じゃあ長いんだこれ。長い、だいぶ長い。これ肝心ですね。これ肝心なとこだったね。お店の人に聞くのが一番です。大将、はい、ありがとうございます。で、ここすり鉢になってるんですよ。ずっと落ちてるんですけど、そこのちょうど下の真っ平になってる、境目ぐらいにお魚さんたまるらしいんですね。なんでまあ多分、まあ、あそこら辺だろうという感じでポイント攻めていきたいと思います。はい。なんか浮きに反応がありましたよ。行くのか。おお、行った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 。行きましたよ。また行きましたよ。さあ今度なんだ、何が来るのか。マダイですかね。マダイです。マダイですね。よいしょ。ちゃんと口元に。口元にかかってますね。がっちり。いいじゃないですか。上がる。上がる。超上がる。超上がるんだけど。超上がるんだけど。超上がるんですけど。超上がるんですけど。マジマンジ。大輔さんの方が若いんだけど。若い。知ってますね。御年44歳でございます。さあどんどん行きましょう。はい。青物ヒット。おお、すごいすごい。おお、お祭りして俺も参戦っていう。はい、お祭り中です。じゃあ2人であげましょうか、ね、そうですそうです、仲良くやりましょう。おお、走る。後ろフェイクがいます。後ろフェイク一人フェイクがいますね。はい、名演技です。どうですか、青物。曲がりが引く、マジ引く。めっちゃ引く。あの竿の曲がりがこんな感じですけど、めっちゃ引いてます。めっちゃ引く。ボイさんの浮き。すいません。素晴らしい。ちょっとめっちゃ俺映っちゃってるやん。めっちゃ映りましたね。はい、はい、おめでとうございます。はい、ガラサです。はい、すごい。はい、お土産決定ですね。おーっと、結構大きいの入ってますね。ここはい、はい、写真撮る。釣ってもらったやつですよ。はい、釣ってもらいましたよ。はい、釣ってもらったよ。はい、はい、もしかしたらこれいただけるんじゃないですか。いいおお、いいんじゃない。いいんじゃない。いいんじゃない。よっしゃー、釣れますからね。はい、釣ってください。
ちゃいますよ。青も映っちゃいますよ。まあまあじゃないですか、チームさん。チームさん、撮影してる場合じゃないです。頑張ったね。ちょっと今日雨でね、カメラちょっとなかなか出せない時もありましたけど、よかったですよね。ほぼほぼ午前中の釣果でーす。おー、そうね。ちょっと午後は渋っちゃったけど。うん、ちょっと雨が強くなっちゃったからね。しょうがないね。じゃあ、あと閉めてもらいましょうか。はい、じゃあ閉めます。お願いします。今日の釣果でーす。はーい。こんだけ釣れましたー。おー、爆釣ですね。爆釣爆釣。爆釣。もううちにとってはね、こんな釣れることないからね。めっちゃ釣れたよ。おー、久しぶりに。おお。やったね。よし、じゃあもうまた来よう。絶対来る。オッケー。はい、楽しかったでーす。よっしゃー。完璧ですよ。完璧ですね。完璧ですね。ありがとうございます。いいね。ありがとうございました。いいじゃん。大満足よ。うん。なんか久しぶりにさ。うん。うん、魚見た。久しぶりに名古屋で魚見た。久しぶりに魚見たね。こんな間近で。いやもう。